第5戦、PS でのドジャースとパドレスの運命を決める試合には、パドレスのキラーピッチャーであるダルビッシュ U が登場します。重要な試合を前にしたダルビッシュは、落ち着いており、顔には一切の不安が見られませんでした。彼は静かにこう語りました。経験が役に立つかどうかはわかりませんが、かなり落ち着いています。ダルビッシュは、第2戦でドジャースに対して、完璧に試合を支配し、相手に1点しか許さず、チームに勝利をもたらしました。 さらに、ダルビッシュは、大谷翔平に、3打数無安打を許しませんでした。しかし、ドジャースは、第4戦で逆転勝利し、第5戦を両チームにとっての運命の決戦としました。このプレイオフで、ダルビッシュは12試合に登板し、5勝6敗、防御率3.818という成績を収めています。闘志ふれるドジャースを相手に、ダルビッシュはこう語りました。試合前に、あまり多くのことを考えません。試合が始まった後、相手選手の反応を見て、 戦術を調整します。次の試合でも、この方法を続けたいと思います。多くの専門家は、ダルビッシュの戦術の強みは、試合中に相手の反応に応じて調整することだと評価しています。彼は、すべての状況を事前に準備することにこだわらず、観察し、迅速に対応することに重きを置いています。これは、ダルビッシュに柔軟な戦術的思考、試合を読む鋭い感覚、そして強い精神力を要求します。 現時点で、ドジャースは第5戦の先発投手を発表していませんが、もう一人の日本人選手である、山本義信が登板する可能性があります。ダルビッシュは、この重要な試合で、同郷の選手と対戦できることを喜んでいます。山本と対戦できるなら、とても嬉しいです。私たちは親しい友人で、こんな大舞台で一緒にプレーできるのは幸運なことです。ダルビッシュは、4日間の休養を経て、次の決戦に向けて、体力に自信を持っています。 ダルビッシュはこう語ります。この時期、通常は体のあちこちが痛むものですが、今回は違います。体調は非常に安定しています。精神的にも、これまでの年に比べて、非常に落ち着いていて、メンタルの成長を強く感じています。このことは、ダルビッシュが以前のようなプレッシャーを感じずに、リラックスした状態で、この重要な試合に臨んでいることを示しています。また、制限リストに入った期間が、彼のメンタル調整に大きく寄与したことを強調しています。 制限リストにいた時間が精神的に大きな影響を与えたと思います。その間に考え、精神面で成長することができました。それが本当に私を成長させましたと、ダルビッシュは付け加えました。自信と安定した精神を持つダルビッシュに対し、パドレスファンは次の試合でもドジャースの強力な打線を抑えることを期待しています。 特に、パドレスチームの情報によれば、ダルビッシュは、大谷や、ドジャースの他の打者に対する対策が書かれた秘密のノートを持っているとされています。ダルビッシュは長い間、細かい記録をつけ、相手選手を徹底的に研究することで有名です。昨年の WBC 準備中、ダルビッシュは、MLB の打者に関する膨大なデータを持ち込み、侍ジャパンのチームメイトと共有しました。彼は、戦術会議にも参加し、対戦相手に対する攻略法を提案し、 監督やチームメイトに強い印象を与えました。ダルビッシュの元チームメイトで、現在はシンシナティレッツに所属する、ニック・マルティネスは、彼の能力について、こう述べています。ダルビッシュは、様々な球種を操ることにおいて、最も優れた投手の一人です。彼は、常に相手を細かく観察し、統計分析を用いて、合理的な戦略を立てています。そのため、多くのパドレスファンは、ダルビッシュが第2戦のような輝かしい勝利を再現することを信じています。 ダルビッシュが対戦相手の研究と分析に集中している一方で、大谷はダルビッシュの複雑な投球に対する適応力に自信を持っています。ダルビッシュの素晴らしい点は、どんな状況でも高い効率で投球できることです。私とチームは、彼の柔軟な投球に対抗するために、万全の準備をしなければなりませんと、大谷は試合前に語りました。第5戦は、ドジャースとパドレスが対決する最後の試合となるため、 ダルビッシュは両チームが争わず、無事にシリーズを終えることを願っています。ダルビッシュは最近の試合でのマニー・マチャドに関する論争についても言及しました。ダルビッシュはドジャースのダグアウトにボールを投げた件について、選手が使用しなくなった傷ついたボールを返すことは通常の行為であると強調しました。マチャドは通常より少し強めにボールをダグアウトに返しましたが、それが不必要に注目されました。 メディアが事件を誇張しましたが、実際にはマチャドは何も間違っていませんと、ダルビッシュは付け加えました。これを説明できて嬉しいです。もし誰かが野球をしたことがあるなら、マチャドのボール処理は全く普通のことだと理解するでしょうと、彼はさらに述べました。その行為は彼の情熱と強い競技精神を示しています。多くの人がマチャドの行為を批判し、特に日本のドジャースファンの一部がそうしています。 彼らは対戦相手のダグアウトに強くボールを投げることはスポーツマンシップにかけ選手に怪我をさせる可能性があると主張しています。しかしダルビッシュはマチャドを擁護し批判者がこの状況を正しく理解していないと述べました。ドジャースファンがマチャドを批判するのは理不尽です。野球を本当に経験している人ならマチャドの行為に問題はないことがわかるでしょうとダルビッシュは説明しました。ダルビッシュによればプロ野球では傷ついたボールを使うことは許されず マチャドの行為は単にボールを返すものでした。もしボールが少し左にずれていたら、選手に当たって怪我をさせる可能性があったかもしれませんが、実際にはそうではなく、マチャドは故意に危険なことをしたわけではありませんと、彼は言いました。ダルビッシュは、マチャドの観察力と迅速な反応についてもコメントしました。マチャドは常に状況をよく観察し、迅速に対応します。彼は頭の良い選手で、フィールドでの自分の位置をよく理解していますと、ダルビッシュは述べました。 さらに、マチャドの俊敏さと、競技精神が、チームが短期決戦の困難な状況を乗り越える要因であると強調しました。また、ダルビッシュは、マチャドが、ドジャースの対戦相手であるために批判されるのは、不公平だと述べました。もしこれが他の選手、特にドジャースの選手であれば、マチャドの行動は称賛されていたでしょうと、ダルビッシュは付け加えました。彼は、マチャドが対戦相手であるために、メディアや一部のファンが不公平な見方をしていると考えています。 ダルビッシュは、両チームが全ての対立を解消し、第5戦に公正かつ健全な態度で臨むことを望んでいます。彼はまた、シーズンが終わるまで、両チームが和やかな関係を保つことを望んでいます。ダルビッシュはまた、チーム全体の運命を背負っているため、全力でプレーし、どんなチャンスも逃さないと語りました。ダルビッシュは、 この重要な試合で、先発投手として、唯一の選択肢であることを認め、緊張を和らげるために、冗談を交えて、今のところ、先発できるのは私だけなので、他に選べる選手はいませんと述べました。彼はさらにこう付け加えました。チーム全体とファンが大きな期待を寄せているので、チームの勝利に貢献できるような投球をしたいです。ロバース監督も、パドレスが先に得点するのを阻止するための戦術を期待されています。 専門家たちが一致しているのは、ダルビッシュが好調を維持すれば、6回まで投げ続けることができ、パドレスが後半に勝つチャンスを作るということです。早い段階での勝利、特に試合開始直後に得点することは、ドジャースにとって大きなアドバンテージとなるでしょう。ドジャースファンの楽観的な気持ちは、第4戦で8-0の勝利を収めた後、ますます高まっています。この試合は、前回とは全く異なる結果になると思います。 二連敗の後、ドジャースはこの勝利で士気を取り戻し、自信をさらに高めましたと、あるファンが語りました。ドジャースファンがチームを信頼している理由は、相手を分析する能力にあります。彼らは、ダルビッシュと山本の弱点を詳しく調べ、第5戦に向けて、準備を整えることができました。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。